ビーボックスチャンネル教えて和彦先生わー第11回になりました。ありがとうございます、はい、あなたのお相手は井上和彦と田村亮介です。ビーボックスチャンネル教えて和彦先生。はい、では今日の最初の質問は何ですかね。では一つ目の質問は、はい、こちら、聖夜さんからいただきました。はい、質問です。はい、新人時代、井上さんは先輩と一緒に勉強会を開いていたと、お聞きしたのですが、うん、それは継続的に長く続いていたのですか、また開かなくなったなと思ったのはいつ頃からでしょうか。どんぐらい続いてたのかね。最初か2年ぐらいですね。2年、2年かな。なんかそうですね、先輩が、はい、和彦君ちょっと勉強会やろうよみたいに誘っていただいて、それで永井一郎さんを、はい、先生に招いて、でこうでも今考えるとすごい人ばっかり、どういう方々が、キートン山田さんとか、はい、吉田理子さんとか、小田健一さんとか、水島優子とか、もうなんかそうそうたるメンバーが勉強してた。今で思うとすごいですね。あと林家番長さんとかも入って、そうなんですよ。それで永井一郎さんにギャラ払えないから、はい、いらないよって。ああ、そうなんですね。じゃあ飲み代出しますから。みんなで集めて、なるほど。飲み代に、はい、そこでまた教わって、わいいですね。そうでしたね。でまあなんか結局みんなが忙しくなって集まれなくなったんで。じゃあそろそろやめましょうかみたいな感じでやめましたけども。素敵な理由ですね。 あともう、新しい事務所というかね、大沢事務所にその何年かしてから経って入ったんですけど、そこでもまあなんかマネージャーさんたちがちょっとみんなで勉強会やりませんかみたいになって、そこはナレーションの勉強をみんなでしたりとかしてましたね。僕たちからしたらもう和彦さんとかそう大先輩方はもううまい時というかすごいところしか知らないので、勉強会してたんだよとかっていうと言って、やっぱり驚きはありますね。そうそうそう、あとはもう自分たちで朗読会やったりとか、はい、そうですね、うん、結構自主的にそういう風なの開催してやってましたね。そうなんですね。喫茶店借りてなんかそこで電気をパチパチしながら照明の代わりにしたりとか、暗転とかいろいろやったりして、そうそんなね大それた風にはやらなくても、はい、でも結局の勉強する機会を自分たちで作って、はい、やるっていう発表するみたいなことはちょいちょいやってましたね。いや楽しい時間ですね。そうですね、うん。こちらは千尋さんからいただきました。ありがとうございます。私は24年間生きていますが、うん、昔から話すときに肩と喉に力が入ってしまう癖があります。うん、声のお仕事を目指してからは腹式呼吸や力を抜くことを意識的にして声を出していますが、なかなか安定しません。うん、そこで質問です。体幹や腹筋を鍛えることのほかに発声のトレーニング方法があれば教えていただきたいですということなんですが、発声どうすれば発声が安定するのか、まあ、ぶっちゃけ言ったら出し続けるしかないですよね。一回とりあえずずっと出し続けてみるってそうありますよね。1年や2年で出るようにならないです。その通りだと思います。筋トレと一緒で体がそういうふうになっていくためには、はい、5年10年はたまたもっとかかると思うんですよ。そうですよね。僕もね最近こう60過ぎてからまたちょっと変わってきたので。そうなんですね。うん、なんかああ一生ちょっとやっぱ変化していくんだなっていうのはありますけど、ただからやり続けるとなんか変わってくると思うので、これをやったらできるようになりますっていうものではないんで、ね、そうですね。とにかくだからたくさん声を出してあげて体が鳴るようになってくると自然と
あの肩に力が入んなかったり、喉にね力が入んなかったり、僕も20代の頃は結構声潰してましたからね。ああ、そうなんですね。舞台とかやると、あ、そうか、大きな声張ってなきゃダメっていう。そうなんですよ。舞台だと何時間もですからね。そう、僕らの時マイク なかったから。ああ、なるほど。そう、300人ぐらいの劇場だともうマイクなんてないそれなのに、あの演出家の人が聞こえねえとか言って、うわもうなんかニュアンスも何もない、とにかく出 出す、まず出すっていう、うん、そうか、そうですね。そうなんですよね。だからそうやってこういっぱい出していくと、だん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 出るようになっていくんじゃないでしょうかね。はい、ありがとうございます。はい、高台さんからいただきました。高台さんからいただきました、はい、ありがとうございます。はい、こちらは、以前和彦さんはデビューしたての頃の作品を見ると、うん、自分は下手だなと思うとおっしゃっていたのですが、うん、具体的にどの辺がそのように感じられるのか教えていただきたいです。全部下手ですその時一緒にやってるものでいいものではあるんですけどね。一生懸命やってるんだけど、うん、やっぱりね、今思うとあーって頑張ってたんだなって親のような目線で、そう、未熟な自分を見るのが恥ずかしいっていうだけで、うん、まあその年年齢のなんか魅力ももちろんあるので、はい、それはそれでこういいんだろうなと思うんですけど、うん、あのやっぱこう自分としては上を目指していて多分やってたから、はい、なんかやっぱこんなだったかなみたいな見返すとそう思っちゃうんですね。恥ずかしいなって、うん、もうちょっと今はできるようになるなってるのかもしれないなって思うし、うん、まあその若さの表現はきっとできないだろうなと思うし、そうですよね、うん、だからまあなんでしょうね、いいこともあるし悪いこともあるしそうですよね、うん、いやもちろん作品にもよると思うんですけど、やっぱ若い頃にしか出せない勢いみたいなものって必要ですよね。そうそう、ただなんかあの役として生きようって思ってた気持ちはちゃんと出てるなって思ったりとかすることもありますね。そうなんですね、はい、素敵だでそれがために力んで喋っちゃったりとか、あ、なるほど、力みすぎだよ肩の力抜きなんですよそんなに頑張って地球守んなくていいんだって思っちゃったし、ね、なるほど、はい、ありがとうございます次は、こちらペンネーム星読みさんからいただきました。ありがとうございます。こちら、コロナによって、最近はマネージャーさんや音響監督さんなどと、接する機会が減ったのではないかと思います、うん、そのためお互いの人柄を知ったり顔を覚えていただく機会も減ってしまいました、うん、そのような中で相手にその自分の人柄や顔を覚えてもらうためにコミュニケーションをどのように取ればいいのでしょうか。どうやって人から覚え、なんかそういう風な方々と会った時に、でもスタジオの中ではスタジオとブースのとこでコミュニケーションを取ってますし、はい、そのね、近寄って喋んないけど普通ある程度の距離は置いて挨拶してこう普通に喋ってますし、そんなに変わんないですけどね、うんうん、で最近特にちょっとその辺はあの寛容になってきているので、なるほど、なるほど、うん、あの一時みたいなね、はい、うん、去年一昨年みたいなピリピリした感じは若干少なくなってきてますから、はい、すね、まあスタジオに入れる人数もね、はい、あの最初1人2人だったのが今4人まで OK とかなってきているので、はい、あのなんかだんだんその辺はあのなんていうんですか、コミュニケーション取りやすくなってきてますね、はいはい、まあ、今だとそれこそ3人4人ぐらいで収録っていうスタイルになってるので、ね、逆に顔を覚えてもらいやすい、覚えてもらえるし、あと終わってロビーに出てくるともう広いスタジオのロビーなんかだとこう割とみんな壁の方に寄って距離と保ちながら普通に喋ってますね、はい、まあ、もちろんマスクもしてますけど、はい、うん、今日はこういう話でしたねとか、どうなっちゃうんだろうねなんて
いうのはこう普通にね、はい、ディレクターさんなんかと一緒に喋ってるので、もう特に何かそういう不便さは感じないし、なんか大勢いるべは大勢いた時の良さもあるけど、少ないと、ね、さっきも言ったみたいに、はい、あの密に喋ることができるから、ね、いいんじゃないかなと思いますよね、うん、そんな心配することないよっていう、うん、そうね、まあ大事なのはコミュニケーションを取る気持ちがあるかないかっていう、それは本当大事ですよね。どんな会話の内容というよりも、仲良くなりたいですっていう気持ちがあるのが大事ですよね。はい、ということで、あっという間に11回目、ね、教えて和彦先生が終わりましたけども、皆さんからの質問どんどんお待ちしてますので、どんなことでも結構です、はい、まあ、井上和彦なりの答えですけども、合ってるかどうか分かりませんが、まあ、僕はこう思うというところでお答えしていきたいなと思っています。よろしくお願いします。面白かったなと思った人はですね、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではまた、バイバイ。 B-BOX 付属養成所バエルでは第9期生を募集中。さらに特待生オーディションも開催決定。オーディションの締め切りは2022年12月13日。詳しくは概要欄からバエルのホームページをチェック。皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。以上、宣伝担当の田村亮介でした。